はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけや。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に切られるだろ。そう、まったく今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。幕府が新選組作ってからこっち町中血生臭くてかなわんわ。そうだな。博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ親も泣くんとちゃう。余計なお世話だ。あっそう、せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。へえ、なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎるだけだ。なんだそこだ。もういっぺん言ってみる。どうも俺の見込み違いだったらしい。邪魔したな。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。俺らも相手してくれやのう。相手してやってもいいが、その前に一つ聞きたいことがある。あ？天然理心流の使い手を知っているってやつはいねえか。天然理心流？江戸の司令官って道場に伝わる田舎流派だ。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、古武道も節操なく取り込んで、型より実践を重視している。その使い手を探してんだ。それで町の目ぼしい道場を聞き回ってるんだが。天然理心流っつったか。聞いたこともねえよ、そんな田舎流派。それで話はしまいか。ああ、やっぱり無駄足だったな。おい待てや、ここに来たこと後悔すんのはまだ早すぎるぜ。なあ、せっかく道場まで来たんじゃねえか。たっぷり稽古つけてやるよ。ありがたく思えや。
旦那、斎藤の旦那。カラスか。よくここが分かったな。これでもカラスの銀次で通ってる男です。そのぐらい分からねえと情報屋なんて務まりませんよ。ところで今日は何か収穫はありましたか？いや、今日も外れだ。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。今日にいるとすればこの手の道場が臭いと思ったんだがな。この何ヶ月かであらかた今日の道場は見たんじゃないですか？ああ、だがこのやり方はもう手詰まりだ。そっちは何かつかめたか？いえ、何分天然理心流は無名の田舎流派ですしね。ね、旦那、今日にその使い手が来ているって話、本当に確かなんですか？天然理心流は江戸の市営館って道場の流派だ。だがそこの門人たちは道場を畳んで今日に向かったらしい。俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今勤労の獅子ってのが山ほど群がってきてますからね。それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を勝手に名乗っているんです。その中から無名の流派を探すのは骨が折れますよ。情報屋ってのは客に愚痴るだけで金がもらえるのか？これって厳しい。まあいただいた前金の分だけは仕事させてもらいますから。それじゃ。
らっしゃいませ。おおきに。こんなん無理や。すまんかった。
ねえ、あれ、あそこを見てくれやす。なあ、助けたってくれへんやろか。絡まれとる人が ない。今日はついてない。いらっしゃいませ。お。
お待ちくだはれ。お酒のお代はつけにしとけや。こないだ薩摩もにはそうしてたろ。ちゃんと知ってんだよ。せやけど、あなた方のはどちら様へおつけしたらええのかわからしまへん。うるせえ。俺らは勤王の志士だぞ。天下国家のために命がけで幕府と戦ってんだろうが。何突っ立ってんだ。詫び入れろや。あんたら、ええんでっか。新選組呼びます。なんだと。バーバー、もう一遍言ってみろ。はい、てめえも詫び入れて出すもんだぜ。あいにく金もクズに下げる頭も持ち合わせがねえ。てめえクズってのは誰のこった決まりだこの野郎。天誅受けろや。行くでおらアホらしい。うわお侍様、最近は安易な出会いが多くて、おかげでほんま助かりましたわ。はい、いらっしゃい。さあ、どないですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おおきにおいでやす。何いたします。おきに乗ってってや。早いもん勝ちやで。いらっしゃい、いらっしゃい。みんなに。はっ。はっ。うわ。おい、あれ見ろ。
ありゃ新選組だ。いいか、引き返そう。おんし、やっぱりそうぜよ。わしじゃ、俺、土佐の島田弥平。おんし、今日に来ちょったかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ、ヒット。脱本してからどこにおったかじゃ。覚え出すな。ありゃ新選組ぜよ。やばい、逃げるがじゃ。逃げやがった。おい、捕まえろ。よかったな。やめとくわ。何や、褒め事でもありました。今日なかなかの着物や。今回おごれよ。酒屋のおかみさんも助かったんすよ。もう友達になるぞ。おお、やったな。しつこいぞ。もう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり。入り組んだ京の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは。おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる？俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。そうかい。じゃあな。あんたさ、天然離心流の使い手は見つかったのかい？
何だと。誰なんだあんた。気がつかなかったかな。さっき道場にいたんだけどさ、ってまあ影に隠れて話を聞いてただけなんだけど。いや、悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。そういうの大好きでさ。あんたは誰だと聞いてるんだ。ああ、そうか。俺は長州藩の新堀松助。これでも一応勤王の志士ってやつだ。おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだけど。なるほど。それじゃあ新堀ってのは偽名か。まあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕俺に預けてくれるってんならいずれ本名も教えるよ。何？実はさ、今今日の道場を回って剣の腕の立つ男を探してるんだ。どうしてそんなことを？いや、近々ちょっと人騒動を起こそうと思っていてね。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけなんだけど、どう？あんたの本名に興味はない。予想当たるんだな。釣れないな。それじゃあそうだな、まずはあんたに一つ恩を売っておこうか。うん。これでも俺長州藩切っての情報通って言われててね。情報の仕入れ方には精通してる。そうなのか。それがどうした？あんたのやり方は古い。普通じゃない情報を仕入れるのに普通の情報屋を使うのは考えもんだよ。まあ懐の事情もあるんだろうけどね。俺の見たところあのカラスとかいう情報屋、あれ普通も普通、超普通だ。じゃあどうすればいいんだ？もしあんたがまだ天然理心流とやらの使い手を置きなら、俺がこの京で一番と言われる情報屋を紹介しよう。見返りをよこせとは言わない。こいつはあんたへのお近づきの印だ。聞く気はあるかい？ああ。その情報屋は貧民街の奥、西の河原と呼ばれるところを根城にしてる。通称西の風呂屋。西の風呂屋。依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然理心流の使い手を調べておくように手配しておく。あんたは日が落ちたら屋敷町南の風呂屋へ行ってくれ。店の門に新堀松助と名乗ればその情報屋のところに案内されるはずだ。ずいぶん親切なんだな。この話どんな裏がある？疑り深いね。俺を信じるか信じないかはあんた次第さ。でも信じないで何もしないより信じて裏切られた方が少しは前に進める。夜になったら俺は新堀松助を名乗って屋敷町南の風呂屋に行く。それで情報屋に会えるんだったな。ああ、ただ夜までしばらく時間がある。新選組には気をつけた方がいいよ。分かってるとは思うけど、幕府が連中に京の治安維持を任せてから浪人者は街歩くだけで命がけだ。少しでも怪しければ切られるし、時々怪しくなくても切られる。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいいんじゃない？俺も偽名かもしれないぞ。まあそこはお互い様だから。斉藤はじめだ。斉藤さんね、覚えとくよ。そんじゃ。長州藩の新堀か。隙があるようで隙がない。不思議な男だな。
せますよ。どうだ。あらら、いや、これいいものですよ。え？
え？道中の宿場町だね。こんな。